11から17。こんなこと言ったら怖いけど、うん、なんか思って言ったらクソつまんなそうだから、うん、ゴリゴリのベンチャー100人ぐらいの人数がいいかなと思ってて、早くめちゃくちゃ強いビジネスマンになりたい。おはようございます。おはようございます。富山に来てまでこんなに働きたいっていうか、いい会社だけど東京にもありそうだなとか思ったりするので。今 120%。 はい、もう 120% です。めっちゃ。本当に難しい。富山来ましたね。はい、着きました。どうですか富山の感想は。そうですね、遠いなっていう就職先としてはどう富山。多分何もないと思うんです。微妙いいですけど、今はやっぱ東京で働きたい。はい、東京で働きたいです。いや、もう雪見たらありになってきちゃいました。なんで。スノボ行けるやんっていう、仕事終わりスノボ行けるって考えるとめっちゃありかな。ということで安田さんに到着しました。今日は一日仕事体験ということでいろいろやっていきたいと思います。あ、おはようございます。おはようございます。宮本と申します。よろしくお願いします。おはようございます。今から何があるの。今から CXO 勉強会に参加させていただきます。社員さん皆さん結構やる気もりもりでいかついなと思ってます。じゃあおはようございます。おはようございます。では月2回の CXO 勉強会始めていきます。よろしくお願いします。おはようございます。経営者として知能と社会を活用してリスクかかってるし責任を重いし、お互いが目的目標を明確にしていて、そこに対してその達成に努力、精神性に努力してサウナという場所を使ってかなりなって今までの自分の経験で賛成してみるけど、このリスクもあって、あとはトレーニングとして進んでいる時の姿勢を調整最高。はい、ゴロです。よろしくお願いします。仕事楽しみです。あったかくなってきました。よろしくお願いします。はい、では、実に入ってください。お願いします。お疲れ様です。どうだった。めちゃくちゃ刺激的でした。ダイヤリーでもこれやった方がいいと思います。これから朝礼、動画視聴、プランニングの3つですね。行ってきます。6番、個々人の魅力づくりの文化。個々人の魅力づくりの文化。アンダスメンバーの離職は会社に対する魅力、経営者に対する魅力、上司に対する魅力、同僚に対する魅力が欠けた時です。みんなで協力して一日楽しく過ごしていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。普段は9時から朝礼なんですけど、はい、この後うちのサロスタっていうサービスのコンテンツで毎日実は勉強をしてまして、はい、それを今日は2人でやっていただきます。お願いします。どうでしたか、ちょっと見てみて。なんで新谷さんこんなに喋れるんだろう。からこの情報が出て、なんでこんな喋り上手いんだろうなっていうのが。次はプランニングを一緒に立てていきたいなと思います。プランニングって今日のスケジュールみたいな。そうだね、基本的には始業が9時で終業が18時なんやけど、始業前にプランニングをみんなで作って、基本的にはこの時間にこれをやりなさいっていうのを会社から出すことはないので、自分の中で計画を立てて終業をした後にプランニングの振り返りをして終えるっていうのをルーティンとしてやってます。今日のイナの目標はどんな感じですか。アンダスさんのことを理解することがもう一番の目的かなと思います。営業の体験をさせていただくので、まあ、営業は苦手なんですけど、絶対他の社員さんに負けないような成果を出そう今日は。そうですね、はい、ちょっとめちゃくちゃバリュー出そうと思います。今日のイナ君に求めることは何ですか。絶対成長じゃないですか。今からテレアポの説明とか商品の説明をするので、午後に実際のお客さんにテレアポをしてもらうので、そこでのアポを獲得と何かそこから成長を得て帰っていただければと思ってます。コスメメーカー、コスメって使わない。ここ使わないですね。はい、テクノロジーだと、はい、効果としてはこの時間に行くも入っていこうでいいですよ。お世話になっております。あ、こんにちは。現在ホットペッパーを販売させていただきまして。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。だいぶ良くなってるからめっちゃ早いと思う、成長スピードが。頑張ります。どうですか。緊張したけど楽しかったです。午後の目標は60分でアポを2件取ります。期待してます。ありがとうございます。
どうだった午前中？めちゃくちゃ良かったです、本当に。特に新エクソ勉強会とかで社長から直々に経営者の考え方を教われて、そこめっちゃ熱かったなっていうと、あと人もめっちゃ、まあ、優しくもあり熱量もあって、めっちゃいい企業だなと思いました。後ろに社員さんいて話しづらいと思うんだけど、はい、入社意欲度何パーセントぐらいですか？ 30% ぐらいですけど。それなんで富山に来てまでこんなに働きたいっていうか、いい会社だけど東京にも合いそうだなとか思ったりするので、むしろなんか東京の方が都会だし自己実現できそうだなと思うから、まだそんな高くないみたいな感じです。今からお昼ご飯会に連れて行っていただきます。行きます。皆さん車持ってるんですね。そうですね、だいたい車持っているいますね。新卒の子はまだ持ってない人とかもいるんですけども、車で通勤される方も毎日車で来てるみたいな。そうですね、だいたいそうですね。めっちゃいいですね。めっちゃいいっすよ。車大好きなんで。本当ですか？はい。出身地ですか？シェルラヤスっていうディズニーのところで。おお。年間で。いや、ディズニーあんま好きじゃないです。じゃあよろしくお願いします。お願いします。僕今の悩みというよりも、将来仕事を通してやりたいこととして経営者の右腕になりたいみたいなのがあって、うん、なるほど。それを実現するにあたって新卒の段階からやり方いろいろあると思うんですけど、一、うん、つがコンサルとか入ってそういう経営者の課題とかにこうゴリゴリと解いていくみたいなやつと、うん、もう一つが、まあ、ベンチャー企業とか入って、うん、経営者の近くでもうずっと働くみたいな大きみたいなのだと思ってて、うん、まあ、どっちのがいいんだろうなみたいなところで、うん、出身どこ？新浦安でディズニーの。あ、はいはいはい、はい、ずっとそこにいて、まあ大学は東京で。東京に越したあんまりないんですけど、この前石巻にあのなんか社員の人と一緒に旅行に行って、別に都会である必要ないなと思い始めて、むしろ車好きなんで、まあ、車運転できたら地方でもいいのかなと思いつつ、特にこだわりはないのかなと思います。東京じゃないと情報が取れないっていうのはコロナ前なんですよ。情報はどこでも取れるんですよ、はい、情報格差ってもうほぼほぼないんですよ。何が違うかというと行動格差です。だからうちの会社ではみんな行動できる人だと。情報はストイックに調べれば無料でたくさん出てくるんですよ。地方にいたとしても2ヶ月に1回、1週間ワーケーションで東京行って、そういうビジネス交流会にぶわーっと参加して、うっしゃ2ヶ月後にあいつら見返してやるぞっていう環境に身を置けば全然いい話で。今新卒に戻ったらどうしますか？ベンチャー入る。ベンチャー入る。絶対ベンチャー。社長直下に働いてる。こういう社長の下に働いてる。こういう社長だったらいいなと、こういう先輩だったらいいな、こういうメンターだったらいいなっていう、そういう自分に対してセルフマネージャーしてるの。それ完全に学歴コンプレックス。就活でエンジンが入って、はい、就活ぐらいから本読み始めて、人前で話すとかプレゼントとか努力したのもあるし、中学校ぐらいからバンドやってたんで、それもあって人前に出て話すのって結構みんな当たり前できると思ってて、でも実は当たり前じゃないってことに気づき始め、うん、就活にめっちゃ武器になって、はい、でめちゃくちゃ磨きまくった。結論から伝えるとか、御社を希望した理由は一つですね、うん、結論これですよ、ね、はい、理由は3つあります。っていう話をバンと言えると、周りが、はじめまして、筑波大学何年生のナタラですとか言ってるのに、めちゃくちゃ自信溢れてるんで、学歴がちょっと低いけど、めっちゃ泣いて取ったんですよ。入社したら、絶対トップ取ってくれて。で、当時の会社の同期とかもそれなりに優秀で、中でも成果があったりして、あ、ビジネスって努力裏切らないんですよ。アンダスっていう社名自体が、主役のあなたと共にって言うんですよ。だから僕は、僕の自己顕示欲を満たすために会社を経営しないのと、僕が主役になろうとしたいんです。僕たち の文化って何かって言ったら、目立つ以上に役に立つ、はい、役に立ちきっていけば組織として勝手に際立っていくよ。これ僕たちの価値観。でも会社のために僕が目立つときは必要としてやってるんですけど、はい、僕だけが目立って業績が上がる会社になったら、その後の社長はこの人。めっちゃすごいっすか。お話ししててめちゃくちゃ入りたくなっちゃう。いくらのチャレンジですか？はい、ありがとうございます。今 120%。 はい、もう 120% です。めっちゃ。え、本当に？いや、もう本当に本当に本当に行きたくなったの？本当に行きたくなりました、マジで。社長が心の底からすごいと思えるから、この人に学べることめちゃくちゃ多いんだろうなと思って、でこの人の直から働けたらめっちゃ幸せだろうなと心の底から思えたんで、むしろ今しかチャンスないから今入るのがベストだなと思いました。どうしよう。お世話になっております。私、目元の化粧品ブランドのおめめコスメの稲山と申します。あ、申し訳ございません。かしこまりました。今日は接客中でしたか？多分次も接客中だろうなとか。ああ、はい、小鳥目的な感じだった、はい、来てます。申し訳ございません。かしこまりました。そうしましたら明日、はい、失礼いたします。利益の向上とかにつながるなと思っているんですけれども、あ、そうなんですね、かしこまりました。それとしたら
例えば15分とかでも厳しいですかね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。素晴らしい、いや素晴らしいよ、はい、めっちゃ出まった、はい、いやただ悔しいですね。いや、うん、はい、悔しいけどめちゃくちゃ良かった。ありがとうございます。お世話になっております。私、目元の化粧品ブランドのおめめコスメの稲山と申します。追加しましたら、はい、また後日お電話させていただきます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。次何しますか。1年目の社員さんに普段の仕事内容とかを聞いていこうと思います。スーツおしゃれですよね。これゾゾタウンなの。え、ゾゾなんですか。マジでめっちゃ買い物上手じゃないですか。普段どんな仕事されてるんですか。普段は営業しながら、はい、今は採用の活動もやってます。なるほど。採用ってのは本当に採用全部って感じですか。今は24卒の新卒の採用でオファーを送ったりとか、はい、会社説明会の日程を組んだりとか、はい、23卒の内定者の研修の日程を組んだりとか、いろいろその辺の調整などをしております。なるほど。掛け算をしながらキャリアを描いていくような働き方なんですね。私も営業しながら採用一緒にやってるっていうような働き方を実はしてます。どんな1年目に人間に来てほしいかみたいな像とかありますか。ピンチをピンチだと思わない人に来てほしいなと思います。私が2年目3年目先輩になった時とか、一緒に働くメンバー増えてきた時に、困難な状況とかピンチな状況って会社としてでもあるし、後輩たちにとって個人でもあると思うんですよ。そこでもうガクンと落ち込んじゃったりとか、もう放棄するというよりかは、もうそれがうわ私のチャンスだとか会社のチャンスだっていうので、一緒にワクワクしながら未来を作れる人と一緒に働きたいなと思ってます。次は何するの。次は一日の振り返りを牧田さんとしていただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。お願いします。どういうところが、はい、なんかあんだついだ。牧田さん含め皆さんすごい優しいというか、親身になっていろいろお話聞いてくださり、一番は新谷さんがエグいなと、代表がしっかり明確なりと思って強いなと思ったところがいいなと思ったポイントですね、ありがとうございます、はい、牧田さんはどうやってパフォーマンス維持してるんですか。物事の一つ一つの目的を強烈認識する、はい、あ、なるほど、うん、数字だけ追うと数字に達せなかった時にちょっと気持ち的に沈んだりとか一喜一憂しがちな部分があると思うんですけど、常に目的を意識することで、はい、自分のパフォーマンスっていうのは波が起きにくくなるんで、うん、一つ一つのテレアポだったり商談だったり、はい、まあ、ミーティングだったりっていうのは目的をしっかりと行動する前に確認して、ね、はい、実行するっていうのが一番大きなポイントかなと。本日12月21日の週例を始めます。何がございますか。まあ、誰もいなかったらいいですか。はい、皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんが温かく見返れてくれて、めっちゃコミュニケーションがすごい優しくて、はい、居心地が良かったです。ありがとうございます。明日のビジョンプレゼンも頑張るのでよろしくお願いします。じゃあ、いいの、お疲れ様。お疲れ様です。疲れたけど楽しかったです。お昼ぐらいは脂肪で 120% って言ったな、はい、今はぶっちゃけどんぐらい。今ぶっちゃけ100ぐらいに落ち着きましたね。疲れで100ぐらいに落ち着いちゃいました。明日は何があるの。明日はビジョンプレゼンで、僕のビジョンを社長を含めた社員の皆さんにお話させていただくので。面接みたいな感じ。そうですね、なんか最終面接みたいな感じだと思います。で、それからモチベの源泉がこれですっていうのを喋り、やりたいこと今これなんですって喋った後に、ダンダスでこういう風に実現できるから今志望してますっていう風な喋り方をしようと思って、うんうんうん、めっちゃもうクリアになりました。まして、ありがとうございます。楽しみにしてください。超絶楽しみだわ。頑張れ。頑張ります。